えー、ミニ四駆落語で一席お付き合いを願いますけれども、まあ、ミニ四駆の醍醐味といいますとやっぱりこのコースに合わせてマシンのセッティングをしていかに早くコースを完走するかこれが、まあ、ミニ四駆の醍醐味だと思いますですが何のセッティングをしなくても誰よりも速くて絶対にコースアウトしない、まあ、そんなマシンがあったら一体どうなるんでしょうか まあそんなお話で一席お付き合いを願いたいと思いますけれどもああ今日のレースも負けちまったよろくに感想もできやしねえやああ面白くねえな早えいとこ蹴って寝ちまおう八 <laughs> 五郎八五郎おお 誰だいじいさん人のうちに勝手に上がり込んであらなんだ真っ暗だ八五郎ミニ四駆のレースで勝てなくて面白くないかああ面白くないねこっちは勝ちたくてやってんだ負けっぱなしで面白いわけがねえだろそうかそれじゃあ私のマシンをやろう私のマシンはな誰よりも速くて絶対にコースアウトしない 神の力の力宿ったマシンだえー、すげえなおいそいつはおもしれえや早くくれよ慌てるんじゃないほら受け取れどうもありがとうございますおなんだいドノのマルのヘキサゴナイトじゃねえか大丈夫かおいまあスーパーハードタイヤも入ってるしヘキサゴナイト持ってねえからいいけどそれでじいさんじいさんは一体誰なんだい私はミニ四駆の神 ヘキサゴナイトだすげえなめだなおいまあいいやとにかくレースに作るからよ早く元の場所に戻してくれよまあ待てこのヘキサゴナイトはな神のマシンガーがお前が少しでもセッティングをいじればこのヘキサゴナイトは消えてなくなってしまういいか絶対にセッティングをいじるんじゃないぞ分かったなおおんだ夢か 妙にリアルな夢だったなあ,あれ壁さんもないとひょっとして夢じゃないまあいいやとにかくレースに行ってみようおう、はっさんまたろくに感想もできねえのにのこのこ出てきやがったなうるせえな今日はいつもと違うんだよおお、はっさん今日は気合が入ってるなあ、陰居さんこんにちは今日はね、負ける気がしねえんすよおお、そうか頑張るんだよ どうもありがとうございますってんでレースが始まりますスイッチオンスタンバイシグナルに注目ピッピッピッポン行けヘキサゴナイトお今日はハッツァンのマシンの走りが安定しているなあとは生活も安定すればいいんだがうるせえこの野郎あ見ろ俺のヘキサゴナイトが一位になったぞおめでとうハッツァンどうもありがとうございます やるじゃねえハッツさん,んどんなもんだいってんでその日のレースは八五郎が優勝いたしますはあやっぱりこのヘキサゴナイトには神の力が宿ってるんだあのじいさんの言った通りだよしどんどんいろんなレースに出て優勝をかっさらってやるってんでそれから八五郎が毎日のようにレースへ出続けまして連戦連勝を重ねる初めのうちはまあ今まで勝てなかったわけですから優勝できるようになって嬉しかったんですが 何の苦労もなく絶対に勝つことが分かっているレースを続けるうちにだんだんとミニ四駆が面白くなくなってまいりましてああ…ジャパンカップ江戸大会の決勝まで来ちまったよめんどくせえなどうせ勝つのは俺に決まってんだ南関セクションのデジタルドラゴンバックったって俺には関係ねえよああ面白くねえなサクッと勝って いとこ限定パーツ買って帰ろうじゃねえかなおうはっちゃんお熊クマじゃねえかおめえもうん決勝かい当たおうよおいなんだよクマお前そのドノーマルのロードナイトで決勝まで上がってきたのかえまあ俺の走りを見てなってんで決勝のレースが始まりますスイッチオンスタンバイシグナルに注目ピッピッピ,ッピ,ッピッポ さあ5台のマシンが横一線にスタートしたぞそと3台のマシンが頭一つ抜け出したぞ1コース隠居のアバンテ2コース8号楼のヘキサモナイト3コースは熊五郎のロードナイトださあ先頭争いはこの3台に絞られたぞおーっとファイナルラップ隠居のアバンテがデジタルドラゴンバックの着地で乱れたさあ1位でゴールするのはどっちのマシンだなんとロードナイトとヘキサモナイトが同着1位引き分けだー 前代未聞の結果となったぞやるじゃねえかクマハッツァンこそ、まあ、お互いに驚きは隠せませんそれから八五郎と熊五郎で1対1のレースをすることになったんですが、まあ、何度やりましても同着の引き分け決着がつきませんおいクマひょっとしておめえのそのロードナイトにも神の力が宿ってるんじゃねえだろうな えええええッそうさ俺のロードナイトはなロードナイトって神の力が宿ってんだなんだおめえもかおい神の力のバーゲンセールじゃねえかだけどこれじゃ拉致が明かねえなあそうだローラーをアルミベアリングローラーに変えてコーナーリングで差をつけようじゃねえかなってんで八五郎のドライバーがビスに触れた途端におなんだ真っ暗になっちまった八五郎 八五郎あヘキサゴナイトのじいさん八五郎あれだけセッティングをいじるなと言ったじゃないかあそうだったすっかり忘れてた <laughs> どうもすいません八五郎お前のドライバーがビスに触れた時にヘキサゴナイトは消えてなくなってしまったええー、ヘキサゴナイト消えてなくなっちまったんですかああそうだなんだ面白くねえな八五郎 お前はレースで勝てななかったとも面白くない,といいいヘキサゴナイトでレースに勝ち続けても面白くないといいそして今ヘキサゴナイトが消えてなくなっても面白くないと言うがお前は一体どうしたらミニ四駆が面白くなるんだえよく考える八五郎どうしたらお前はミニ四駆が面白くなるんだおなんだ夢かあれ これ今何の夢見てたんだったかなまあいいやとりあえずレースに行こうじゃねえかなおおハっつぁんまたろくに感想もできねえのにのこのこ出てきやがったなうるせえなおおハっつぁん早速レースをしようじゃないかええ隠居さんよろしくお願いしますピッピッピッポーンあーまた負けちまったよやっぱり勝てねえなあ あっまたろくに感想もできなかったなあ隠居さんあそうだ隠居さん隠居さんに一つ聞きたいことがあるんですがねああ何でも聞いてごらん隠居さんは何が面白くてミニオンクをやってるんですかそうだなまあ私はお前さんたちと一緒にレースをするのも楽しいしまあ自分の改造によってマシンがどんどん速くなっていくことが面白いなあそうですか。 いいかいはつさんミニ四駆っていうのはな乾燥させなくちゃダメだめだいくら早くても乾燥できなくちゃ意味がないそれって隠居さんの乾燥ですよねひろゆきみたいなことを言うんじゃないいいかいはつさんミニ四駆というのはなコースに合わせてセッティングを練ることが大事なんだそうセッティングを練ることによって少しでも早くコースを乾燥させるのが大事なんだそしてセッティングを練ることによって お前さんもマシンも成長していくんだ、えー、セッティングを練ると成長するんですかあ,あ、昔から言うだろう寝る子は育つってな、えー、ミニオンクラックを練る子は育つというお話でございますどうもありがとうございました